はい、で始まりました。ハイチのダラダラジオ第231回でございます。で、今回テーマが3月のハイチはこうなるっていうね、テーマ。で、3月のポイントじゃねえのかよって思う方いるかもしれないんですけど、ポイントも話します。下に書いてあるけどね。で、それと新エンディングができましたっていうのと、卒業記念動画の締め切りが変更ですっていう、まあ業務連絡がね、後半続くんですが、まあよかったらね、最後まで聞いてみてください。じゃあ早速ね、話していきましょう。で、このテーマは、この今月ね、3月こんなことしますよっていう紹介ではなくって、基本的に毎年3月、俺がこんなになりますよっていうのをちょっと聞いてほしくって話します。で、どうなるかっていうと、基本的にちょっとね、センチメンタルになります、3月。そう、これはね、教育に関わってる人は結構あるあるだと思ってるんですけど、まあ自分がちょっと思い入れを入れすぎちゃうのもあるんだけどさ、まあ3月って学生のみんなにとっては別れの、まあ、季節になりますよね。まあ卒業がやっぱりあるんで。まあ進級の場合はそうでもないけどさ。で、やっぱり教育やってると、まあ子供たちの卒業をね、まあ塾講師とかやってる時は身近で感じるわけじゃん。ね、塾から旅立っていく子もたくさん見ていくわけだし。で、それってすごく嬉しいことなんだよ。旅立っていくっていうのは。やっぱりそこまでの成長をさ、見ていくわけだし。で、塾やってるとさ、長い子だともう6年7年って同じ子を見ていくこともできるわけ、普通に。そう、それがね、塾とかのいいとこだなと俺は思ってんだけど。だから、ほんと小学生のちっちゃい時から、まあ、中学高校ってとこまで見る子とか普通にいるから、あの子がこんな大きくなってみたいな、そうそう、成長を見てきてさ、ね、巣立っていくでしょ。ね、それはほんと嬉しいことなんだけど、やっぱり寂しいんだよね。そう。で、その感覚がずっとあるから、こう YouTube やっててもさ、結構そんな感じになってて。で、昔は登録者がまだ少なくってさ、見てくれてる方も少なかった時は、そんなに感じ、それでも感じてたけど、でも、まあ今はね、見てくれる方が増えてきて、で、Twitter とかさ、ツイキャスとかやってる時にすごい仲良くしてくれる子もいっぱい出てくるわけよ。ね。で、その子たちも、やっぱり、中学から高校に行ったり、高校から大学に行くっていう環境が変わった時に、やっぱり今までね、こう、キャストとかによく来てくれてた子とかも、なかなか来れなくなったりとか、ね、やっぱ違う生活の中に入っていくからさ。で、そういうのを感じると、もちろん、俺はさ、実際に見てるわけじゃないから、どうなったかはわからないけどさ、やっぱ、ちょっと寂しいんだよね。で、それを考えてると、なんか3月っていうのは、なんていうのかな、感傷に浸るっていうか、ちょっとね、常にシュンってしてる感じになるの。これは毎年そうだね。だ去年とかも、3月ってこう、なんだろう、うまくね、モチベーションっていうかテンションを持っていかないとね、こう、身が入らないというか、そう、ってなっちゃってて。で、今回の3月のポイントにも関わるんだけど、まあ、3月ってさ、もうテストもほぼないじゃん。まあ、受験残ってる子いたりとか、テストまだね、初期にある子はいるかもしんないけど、すぐ終わっちゃうでしょ。で、あとは通知書を待って、春休みに入ってっていう感じじゃんか。で、春休み、やっほーいみたいな。でしょ？で、じゃあ勉強面でポイント何かっていうと、まあこれは一年通して言えるポイントにはなっちゃうんだけど、やっぱり勉強習慣をちゃんと残すっていうところがすごく大事。こう、例えば1日1時間勉強したいって思ってる子がいるじゃん。で、1週間で7時間でしょ。で、じゃあ、日曜日で土日使ってさ、2日間で7時間勉強する？ 3 時間4時間でも構わないけど、でも平日やりませんっていうことを、1日1時間、土日も含めて全部1時間ずつやりましたと。で、合計7時間は変わらないじゃん、両方とも。でもね、やっぱり1日1時間コツコツちゃんと毎日やってる頃が伸びるから、結果的に最後に勝つのはそっちかなと俺は思ってるわけ。で、勉強習慣、まあ、習慣にするっていうものってすごく大変で、でも、習慣が抜けるってめちゃくちゃ簡単なのね。ダイエットで痩せるのは大変なんだけど、太るのすんげえ簡単みたいな、そんなイメージ。そう。だから、まあ、今ね、そのテストが終わったばっかの子がやっぱ多いと思うんだけど、まあ、テスト1週間、2週間前、ちょっとは勉強したと思うよ。で、そこで、まあ、勉強習慣までいかなくても 勉強してた流れを少し残しておいてほしいなと思うのね。で、これは1日ほんと10分とか15分で全く問題ない。それで。まあ、学年でもよるかもしれないけどね。そう。だから、まあ、一番は毎日。そう。でも、毎日嫌だなって思うんだったら、2日に一遍とかでも構わないんだけど、まあ、勉強を1日ある程度するっていう、10分15分でいいからね。っていうのは、残しておいてごらん。これね、めちゃくちゃ助かるから、後で。結局、後でまたテストがさ、進級して学年が上がったところ、まあ、進学かもしんないけど。
そこでテストあるわけじゃん。で、そこでもう一回スイッチ入れ直して勉強するってなったら、基本的に学年が上がっていけば勉強難しくなるからね。そう、難しくなるときに、やっぱりスイッチ入れ直してっていうその労力がね、もったいないというか辛いっていうか、うん、その時間じゃ勉強に当てたらよかったじゃんってなってしまうから、ぜひね、春休みも含めてなんだ。春休みも1日30分とかで構わないから、絶対毎日やろうみたいな。だいたい2週間でしょ、春休みって。この2週間、絶対毎日30分でいいからやるから、みたいな。やってごらん、これ絶対変わるから。本当に。おすすめというか、俺の願いだけどね。ぜひぜひ、ちょっとやってやろうかなって思う方はね、ぜひチャレンジしてみてください。で、まあそこに関わるんだけど、さっきの話に戻るね。いや、毎日毎日って話をしたでしょ。で、俺も3月は本当に毎年毎年こんなになっちゃうから、こう、絶対毎日何かするみたいな。オフを作らないっていう風にしてて、まあ、日曜日はどうしても子供と遊ぶ日って決めてるんでね、若干オフになっちゃうんだけど、それでも夜は必ず仕事するみたいな。そう、にしてる。そう、まあ、今んとこまだこれ、アップしてるのが4日か。まあ、撮影してるの3日なんだけど、まあ、この3日間はね、乗り切ってるよ、ちゃんと。こっからだね。そう、みんなの卒業しましたっていう、そのね、ツイッターのリプとか見るとね、やばいんだわ。結構さ、こう、メアド乗っけてるから、ツイッターに、そのメールにね、その、卒業した卒業証書とか、あと自分のその制服の写真とか、そう、送ってくれる子結構いるんだよ。で、それを見ててさ、おー、卒業か、つって。ちょっとうるるするみたいなね。結構こう、仲良くしてるというか、まあ、相談乗ったりとかさ、結構こう、密な関係っていうのかな。そう、してた子とかを見ると、まあ、中学の時すごい悩みを聞いてた子とかがさ、卒業しましたとかって聞くのは、まあ、おっちゃんダメだよね。うん。なかなか来るよ。そう。ただ、まあ、最初に言ったように、まあ、そんなね、シュンとするって話をしてるけど、一番前提はすごく幸せなんだよ。その、卒業っていうところをさ、まあ、間近では見られないけど、でも、そのみんなの卒業の瞬間とか、まあ、進級のね、そのタイミングとかにこうやって、ネット越しではあるけど、ね、見てられるというか、うん、一緒にというか、いてられるなんていうのかな。っていうのは幸せなことだなと思うし、ね、塾講師やってる時とは違ってさ、その目の前ではね、見れなくても、人数がさ、たくさんこんだけの方の、卒業とかそういう門出を祝うことができるので、幸せなことだなって言い聞かせながら、まあ、そんな3月ですよ。だからね、誕生日来るんだけどさ、もう全然ハッピーじゃないから。まあ、誕生日もね、すごい祝っていただけるとハッピーなんですけど、すごく幸せな気持ちにもなるんだけどさ。だから3月は頑張ります。はい。まとめ方下手かって話だけどね。そう。まあ、3月のポイントはさっき話したからそれで OK として。で、あと新エンディングなんですけど、今までですね、勉強動画、まあ、古いものはエンディング自体がなかったんですけど、まあ、ここ最近のは一応最後にチャイムと、あと再生リストとかおすすめをね、乗っけたりとかするのをね、やってたんです。で、今回、ちょっとある方にね、エンディングを作っていただきまして、で、俺がめちゃくちゃそれ気に入って、で、チャイムはね、結構みんなが好きだって言ってたから残そうか迷ったんだけど、まあ、これからね、エンディングのその音とかも、意見があったりとかがあればちょこちょこ変えるかもしれないんだけど、ひとまずなんかアニメーションというかを作ってもらったんで、このね、ダラダラジオの最後もついてるから、ぜひ見てみてください。ちょっとその、俺のこと悪く言ってもいいけど、そのエンディングちょっと悪く言わないで。俺すげえ気に入ってるから、それ。とか言ってみて。そうそう。まあ、なんか、いい感じとかできましたんで。で、そのエンディングは、個人的にはちょっと遊び心が少し、ほんと少しなんだけど、入れてあるので、なんか、そこもね、気づいていただけると嬉しいんですけど。まあ、エンディングの形はちょこちょこ変わったりとかするかもしれないんですが、よかったらね、こう、なんだ、今、この動画も一言入ってからおすすめ動画みたいな流れになってると思うの。で、その一言のところに、悩み相談が来てて、動画を撮るまでじゃないんだけど、簡単に、一言で悩みを返せるんだったら、そこに悩み相談ばって一瞬入れてみたりとか、あとは結構ツイッターとかでイラストをね、いただくこともあるので、イラストを乗っけてありがとうみたいな、イラスト紹介みたいなのもね、できたらなとは思ってるんで、授業はね、その終わってるからさ、その授業の後だから休み時間だと思えば、そういうのもありかなと思って。うん。だから授業の自体の中に何かを入れるとこでは絶対ないんだけど、編集もしないしね、そこに関しては。まあ、授業が終わった後の話なんで、まあ、エンディングはちょっとね、いろいろ賑やかになると思いますので、よかったらね、そこまで楽しんでいただければ幸いです。で、最後ね、卒業記念動画なんですけど、まあ、以前ね、お願いした卒業記念動画で、締め切りを3月11でお願いしてたんですが、これ、ありがとうのやつと、配置当てのテーマを2個あげたんですよ。で、ありがとうの方は3月11までで変わらないんですが、配置当てのものを3月9日ま
までね、お願いします。ちょっと申し訳ないんですが、こっちの都合で3月9日で締め切らせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、じゃあね、3月の配置、顔出しとかで撮ってたら、こいつなんか凹んでるらしいぜ、みたいな見てもらって構わないんですけど、ちょっと自分の中でこう、奮起させてね、1ヶ月乗り切って頑張っていきますので、よかったらね、お互い頑張っていきましょう。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。